こを見ての通り、二人とも実家がお寺でね、一緒に修行した、本物のお坊さんコンビでやってますけども。やってますけどね、ちょっとね、とんでもないものが出てしまったのよ。とんでもないもの。これ本当の話なんだけど、ファーストフードとお葬式が混ざったような、ドライブスルー葬儀できてしまったのよ。ドライブスルー葬儀？そう、車を追ったままお焼香したり、お香で渡したり、こんな変なものができたら、自分が葬儀するときどういうふうにすればいいのよって話よ。それなら、いい考えがあるよ。いい考え。ドライブスルー葬儀のお供え物は、シャカシャカポテトにしよう。何言ってんだよ。何がシャカシャカポテトだよ。はい、亡くなった方の額には、白い三角チョコパイを乗せて。そういうことじゃなくて。そんな葬儀誰もお香で渡さないよ。あと、お香で巻くカード。アイデア止まんねえな、おい。そっち側の意見じゃなくて、どういう風にしたらそういう葬儀がなくなるかって話だから。いやでも、いろんなものと葬儀をコラボさせた方が、もっと仏教に興味持ってもらえると思うんでね。いろんなものと葬儀をコラボ、そうすれば若い女の子からも興味持ってもらえるの。もらえます。例えばね、スタバ葬儀ね。スタバ葬儀、スターバックスとお葬式のブレンド大丈夫？いらっしゃいませ、こちら骨壺のサイズが、ショート、トール、グランデからお選びいただけます。絶対嫌だからそんなもん。そんなことちょいしたくないから。こちらサービスとして、骨壺にグッバイと書かせていただきます。悲しい。スタバでカップに3機があるけど、骨壺にグッバイするなら悲しい。スタバでは何飲まれますか？僕あのバニラクリームフラペチーノ好きです。こちらでは、アミダクリームフラペチーノをご用意しております。それは何よ。仏でフラペチーノ製造したいんで。ちょっとこれダメだわ。ダメですか。今流行りのなんか流行り物葬儀なんかない？あ、それだったらね、インスタ映え葬儀ってのある。周期はいいけどね、場所は、イルミネーションが施された金閣寺。お寺にいるにはタブーだから、で、お供え物として、パンケーキの上に、山盛りの盛り塩。盛り塩ワイパンたちがすごい。来た人みんなで、家にいいねをして。モテーションで家にいいねをすんだ、おい。で、葬儀の様子をストーリーにあげる。葬儀の様子をストーリーに。漢字財宝さん。ストーリーにお経はカオスだって。いや、お焼香の逆再生動画上げなくていいんだよ。ちょっと一回、助手系が離れて、なんか他のもんない。それだったらね、ラーメン二郎葬儀ちょっと離れすぎたな、それは。いらっしゃいませ、葬儀一件入ります。ご愁傷様です。そんなお答えだよ。はい、注文入ります。お経もマシマシ、木魚もマシマシ、ご利益多めです。何枚だ。そんな注文ないから。ちょっと被ってる、ちょっと。はい、お焼香入ります。よいしょ。何してんだよ。そんな湯切りみたいなお焼香絶対やっちゃダメだから。お逆再生、おい、いちいち開けるな。お絶対ダメだから。癒しの、癒される葬儀なんかない？それだったらね、メイドカフェ葬儀ってのあるよ。癒しのジャンルが違うな。これはね、メイドさん特製のオムライスをお土産として棺桶に入れてあげる。ありがた迷惑だから、そんなお土産いらないよ。これが本当のメイドの土産。お求めよろしい。